はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今週もこの番組にチャンネル合わせくださりありがとうございます。今週は第37回聖地旅行特集の8回目荒野の幕屋というタイトルでお送りします。はい、この聖地旅行特集、今回のシリーズも皆さん大変ね喜んでいただいているようで嬉しいんですが、前回2005年4月から2006年6月にかけて聖地からのメッセージシリーズという一連のねシリーズ番組を放映したんですが、これがねまとまって DVD になってるんです。これがね皆さん大変な反響で喜んでいただいてるんですね。ちょっとご紹介くださいますか。聖地からのメッセージシリーズは20番組が4枚の DVD に収められています。価格は送料込みで5250円です。購入をご希望なさる方はハーベストタイムまでご連絡ください。中村さんね、いい時代になったなと思いますね。この DVD もそうですけどね、こんなわずかなこんな中にね、何番組も入ってるわけですよね。それとハーベストタイムがね昨年秋からインターネットテレビというのを始めまして、この間イスラエル行った時にバスの運転手のヨッシーさんがねインターネットテレビで自分の番組を見たって言って言ったんでびっくりしたんですよ。イスラエルでもハーベストタイム見てもらえるんですね。字幕、英語の字幕スーパーが入ってますからね、それで見て、自分の顔見たよなんて言ってましたね。感動ですね。嬉しいですね。この番組も後日ハーベストタイムのインターネットテレビに載りますので、ぜひまた皆さんご覧ください。さあ今日ご案内する箇所、この地図で確認しておきましょう。このところずっとここ視界ですね、イスラエルの視界の近辺を北上してるんですね。ずっと北上して、前回はこれが視界写本が発見されたクムランという遺跡を訪問しました。今日はねここからわずかなんです。これくらい行ったところにですね、ここにアルモグというこれは器物なんですけど、この器物の敷地の中にまさに荒野のど真ん中に幕屋が建ってる、これ原寸大の幕屋なんですね。ここを訪問しました。これね私実は結構好きなんです、というのはね面白いんです。ここで説明するのがですねこれを皆さんにご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。これはねクムランからアルムまでこう北に向かって動いてるんですけども、ちょうどねカリフォルニアの砂漠のような雰囲気ですよ。だからカリフォルニアに住んでらっしゃる方は、ああどっかで見たことあるなって感じをね持つかもしれませんね。これをねそうですねわずか15分か20分走ればねもう荒野の真ん中にですね建てられている原寸大の幕屋が見えてくるんですね。で実際は聖書時代ヨルダン川を渡ったイスラエルの民がねこの辺りでキャンプを張って幕屋を建てたってことは十分考えられるんです。ですからこれは空想の場所じゃなくてね現実的にそうだったっていうことをこう思い出すためにとてもいい場所ですね。イスラエルがエジプトで奴隷になってたでしょ。でエジプトを出てくるじゃない、誰に引き入れられて、モーセ。何年間荒野をぐるぐるやるの？40年。でモーセが死んで次のリーダーが誰？ヨシュア。ヨシュアっていうのは新約のイエスと同じ名前ですね、イエシュア。ヨシュアっていうのはイエスのことです。だからヨシュアが新しい時代のリーダーがイスラエルの民をここに導くわけでしょ。エジプトを出てね大事なことは奴隷から自由人になったわけです。自由人になった時に神様が自由人として生きるように与えたのがモーセの律法です。これは神の民がいかに生きるべきかという憲法であり商法であり民法であり刑法でありいろんな法律が一つになっている、これがモーセの律法です。ですから聖書の教えの中にはモーセの律法を守ったら救われるという教えは一つもありません。いいですか。これは選ばれ愛されて奴隷状態から自由になったイスラエルの民がいかに生きるべきかを教えたのがモーセの律法です。もう一つ必要なのがあった。それは神を礼拝する場所が必要だった、あるいは神を礼拝する方法が必要だった。この2つが自由の民となった人々に必要だったんです。
そのために与えられたのが幕屋です。幕屋はどうすれば罪ある私たちが神に近づけるかということを教えたものです。この中でコンピューターのことを詳しいコンピューターの専門家の人います？じゃあコンピューターを仕事に使ってるという人いる？誰か。あ、一人いますね。あ、いますね。はい。神林さん、どんな風に使ってるんですか、コンピューター？いつも仕事はですね、コンピューターだけですね、ほとんど。連絡文書とか、図面とか、そういうもの全部。図面。はい。図面書くときっていうのは難しいです。だから CAD ですか？CAD です。オートCADです。オートCAD。はい。そうするとキーワードとか、なんか入れたり。それは例えば開けるときに自分の図面開けようとしたときに、自分のあれなんていうの？パスワード、ね、パスワード入れる？入れます。入れる？はい。パスワードはなんていうパスワードなの？何文字？何文字？最初が4文字で、あとが8桁です。4文字と8桁。はい。そうすると8桁の一番最後、例えば5だとするよ。ええ。それを5、4と書いて、そこだけ5、4と書いたらどうですか？パスワード通りますか？通りません。通らない。ね、絶対通らない。絶対通る。何回やっても通らない。この答えが欲しかったからわざわざこの質問したんです。ということはね、コンピューターのパスワードは正しく入れなかったらね、一時違ってても通らないんですよ。ということはね、神様に近づく方法っていうのは、この方法でなかったら通らないんですよ。これが幕屋が教えてることなの。いいですか？ただね、日本人は契約がわからないのと、もう一つはこれがわからないんです。だから大抵みんなこう思ってますよ。神は愛なりって、これ信じやすいよね。そして人は一度死ぬと死後裁きに遭う。その時日本人はこう考えます。裁きに遭うって言ったって、神は愛なんだから、その時になったらなんとかなるわと思ってない、みんな。ところがね、なんとかならないんですよ、これが。パスワードと一緒で、ね、だから今からアラノでイスラエルの民がどういうふうに神を礼拝したかを学びますけども、これね、この方法以外はダメなんですよ。いいですか、近藤さん、いいですか、はい、この方法以外ダメですよ、これね。これが幕屋なんですよ。この形でしか神に近づくことができない。まだイエス様信じてない人、そこにもいるね、広瀬さん、この方法以外ダメですよ。それを学んでくださいね。何笑ってんの、井口さん。大丈夫？嬉しい？本当ね。なんとかなると思ったらダメよ。腹芸ではいかない世界ですか、これ。神様はね。じゃあ行きますけども。じゃあまずね、そうね。江守さん。先生、学校の先生。ちょっとね、そこ行って、中ちょっと見て、戻ってきてくれませんか。印象を教えてください。何があるとかないとか言うんじゃなくて、感じた印象を教えてください。早いね。はい、印象を教えてください。聖書で読んでた、思っていたより大きく感じました。思っていたより大きく感じた、はい、うん、そう、はい、わかりました。じゃあ皆さん行ってみましょう。彼は思っていたより大きく感じたって言います。さあ、その前にちょっとこの中でユダヤ人の人いますか。ユダヤ人の人、ユダヤ人いない。ユダヤ人の人だけ入れますからね、これ旧約時代は。皆さん行けません、今日はもう終わりです、ここで。でもそれだと旅行にならないから、特別許可しますから、みんなで行きましょう。はい、面白いよね。楽しそうですね。なんかそこに行ってるような感じ。皆さんすごく反応が良いので、うん、なんか私も一緒に行ってるような気分で楽しませていただきました。ね、うん、中村さんは聖地旅行は行きましたね。行きましたけども、幕屋は行ったことがないの、羨ましいなと思いながら見て、うん、実はね、このね、荒野の幕屋が訪問する人が少ないんでしょうね。もうなくなっちゃった。あ、そうなんですか。うん、だから前回行った時は、もうないから、そこはパスになりましたね。この会にいらした方はね、うん、本当にだから今ここでご紹介している映像はね、これ貴重な映像になりました、ね、本当にね。まあ、こうやって今から幕屋の中にこう入っていきますが、実際に
囲われた空間の中に入るとどんな雰囲気かということ、次続きますので、それをご覧いただきましょう。どうぞ。視界はどちらにありました？視界は向こう、ヨルダン川どう流れてました？ということは北はどっちですか？北は向こう、ということは向こうはどっち、ん、向こうは、向こうは西ね。ということは西に向かって聖女子聖女があるんです。ですから東西に長いんです。そうすると今これがこのプランです。これね、いいですか。そして長さを見てください。縦がこれね、キュビットで書いてありますから約44メーター、それから横が44メーター、縦が22メーターですか。だから縦、どうなりますか、960、およそ300坪弱です。坪で言うと聖書で読んで思ってたよりか大きいと思った人手を挙げて。思ってたよりちっちゃいと思った人だ、思ってたぐらいだという人手を挙げて。はい、わかりました。いろいろですね。私がね、初めてここに入った時に感じたのはね、何かというと、どう、イスラエルの民がヨルダン川渡って幕屋持ってきたとしたら、この辺に幕屋が立ってても何にも不思議じゃないんです。これありえます。ただし一枚の幕で区切ってあるこの空間が外の空間とはなんかこう違った感じしない？ここだけが切り離された特別な空間のような感じしない？でヘブル語で聖っていう意味、清いっていう意味、それは分かたれたっていうことなの。だから皆さんはクリスチャンの方は献金しますよね。その時に性別献金なんてよく言わない？そうすると例えば今100万円持ってる人がいるとします。そして10万円献金しようとします。この10万円は性別したわけ。ということは10万円は清くて90万円は汚いわけで、性別っていうのはこれは神様のものだというふうに分けた時にそれを性別っていうんです。だからこの空間は神様を礼拝するために切り離された空間です。そういう意味でこれは清い空間になってます。そのことを私は一番感じました、ね、でここで何が行われたかというと、この周りにイスラエルの民が部族ごとにキャンプを張ってます。だから見ると中央にこれがあるからよく見えるわけです。約200万人がこの周りにキャンプを張ってます。いいですか。真ん中に煙が上がってるのが見えます。ここで、ここまではユダヤ人だったら入ってこれるんですが、何をしたかというと動物の犠牲を持ってきます。自分の罪の清めをするためにね。この動物はもちろんイエス・キリストを表しているわけですね。さあここを見てください。ここにね、こういうものがあるでしょ。これはね、これをデザインした人が、これをデザインした人が考えたものです。おそらくこうだったんじゃないかなっていう。ここにですね、頭を突っ込む、そしてスパッと切って血が流れる。これで受けてね、でこの血を祭壇に、あるいはここにかけて屠殺した肉を、肉とそれから内臓を分けて、内臓は外で焼く、肉は持って上がる、あそこは大臓物っていうふうにね、犠牲の動物ですよ。そして祭司がその肉を持って上がります。そしてここで焼くんです。ここでこれも完全にバーベキューですよ。バーベキューということはこれ視聴覚教育ね。血が流れるでしょ。でここで油が落ちて焼け落ちる音がするわけです。香ばしい匂いがします。ここで油が落ちて炭で焼くと音はどういう音する？ジュー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 って言うでしょ。煙が上がるでしょ。香ばしい香るでしょ。昨日ベドウィンのテントで火を焚いてくれたでしょ。僕あそこの前に立ってずっと話してたじゃない。部屋帰ってシャツ脱いだら煙臭いの。もう燻製になってますよ。
でこの周りにイスラエルの民がいるんですよ。目を上げるとここから煙が上がってるわけですよ。香ばしい香りがしてるわけですよ。あれは自分の罪のための贖いだなって、これ昇格教育ですよ。いいですか。イザヤという青年が神様から証明を受けた時に、聖なるかな聖なるかな聖なるかなって声を聞いて、彼は何と叫んだかというと、私はもうダメだ、私はどこが汚れてるって言った。唇が汚れていて、唇の汚れた民の間に住んでるって言った時に、セラフィムが飛んできて、天使が炭火をつけたでしょう。祭壇から取った炭火、それはここの炭火のことを言うんです。この炭火を取って口につけた、口が大やけどをした、そんなことない。それは象徴的に言ってるわけです。つまり犠牲の動物を焼いた炭火を口につけて、そしてイザヤの汚れが清められたということです。ここで焼くのが祭司の役割だから、祭司っていうのはね、新約の祭司っていうのはレビ人です。ここで使えるね、これはね、動物の屠殺、解体、焼く、こういったことをやった人たちです。はい、それから次、登りたい人はどうぞ登ってみてください。これがね、清めの水です。ここにあるでしょ、旋盤。ここはね、この蓋がないと水が蒸発して空っぽになったと思う。だからこれを考えた人は、聖書にはここまで書いてないの。でも当然この蓋がなきゃおかしいっていうんで、蓋をつけてますよ、この人は。ここから出して清めの洗いをするわけです。手が汚いから洗ったんじゃないですよ。儀式的清めです、これはね。そしてここへ入りますが、これが聖女です。これは聖書で言ってる通りの大きさです。そしてここに材料があるでしょ。これは皆さん触ってみてくださいよ。ちょっとこう来て、これはね、親木の毛です。本物の毛です、これがほら湿気が出ると膨張して水分を弾き出すという。でこの幕屋の構造はアカシアの木で骨組みをつけます。その上に何層にもカバーして、雨が降っても雨露をしのげるように。でポイントは一定の強度があるということ。中に入った時に真っ暗だということ、これがポイントです。中に入って光があったらまずいんです。真っ暗です。これを移動する時にはまず畳んで、それからレビ人たちが運ぶわけです。だから何族が運ぶっていうの全部決まってる。重いものは牛車に乗せて運びます。それから中にある機材はレビ人が肩に乗せたり手で運ぶわけですね。こういうふうにして移動して、またそこへ行ったらこれを建てるわけです。そんなふうに繰り返してました。さあ、ここから先が聖女です。聖女ね、ホーリープレイスです。はい、レビ族の人いますか。レビ族で祭司の家系いない、いないですか。だから僕らは今日ここで終わりです。祭司じゃないから入れないんです。だって旧約時代だと入れないですよ、祭司ね、今は入りますよ、もちろん。これから言うんですから、この間祭司いますかって言ったら、祭司じゃないけど祭司はいますっていう人でした。でも僕らは今日入りますからね。The glad hosannas that the little children sang. The sun grew dark with mystery, and the morn was cold and chilled as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem.
はい、幕屋の中に入るのは、まあ、聖女の中、ね、に入るのは来週ですね、はい、ごめんなさい、来月ですね来月この続きを皆さんにご紹介したいと思いますが、旅行楽しいね。楽しそうです、うん、もうね、こう移動してるうちに家族みたいになってきてね。でも私が行った時もそうでしたが、本当にね、こういう感じが続きますよ ね。そして冗談言うとね、はい、もう次何言うか分かってて先に言ったりね、そういう掛け合いがあるしね、はい、まあね、私も年齢を重ねてきてね、で一人一人の歩んできた道なんかもね、こう分かるようになってきて、なんかこう人間っていいなっていうことを旅行しながらね、はい、感じられる、そんな風になってきたかなって感じがしますね、はい、そしてやっぱり聖書で学ぶっていうことは体験するということ、うん、知るっていうことは体験するっていうことなんですね、はい、だから実際にその地をにね、足を踏み入れて、手で触れ、目で見て、肌で感じて、はい、聖書の世界を体験するっていうことは、はい、聖書の世界を知るっていうこと。まさに先生おっしゃってたように視聴覚教育の大切さです。本当そうだよね、それをね、つくづく感じましたね、はい、そして今日ね、最後にマタイの福音書の27章50節51節を読んで終わりたいと思いますが、イエス・キリストの十字架にかかる場面の一番最後のところです。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。特に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、この箇所に注目をしたいと思います、今日の、最後のまとめのメッセージのタイトルは幕屋からの教訓ということで、3ついつものように申し上げて終わりたいと思います。幕屋っていうのは移動式の神殿ですね。移動式の神殿だと考えればいいですね。イスラエルの民が移動していくときに折りたたんで運ぶことができた。それが定住するともっと立派な建物になる、それが神殿です。だから大きさは違うけども、構造とその意味は幕屋も神殿も全く同じですね。じゃあその幕屋から、あるいは神殿からどういう教訓を学ぶのか。第一番目に幕屋あるいは神殿が教えていること、第一のポイントは、神に近づくために祭司が必要だということ。これが第一のポイントです。神に近づくためには祭司が必要から、中村さんね、日本人にはちょっと分かりにくいかもしれないけど、日本人の神概念というのは限りなく人間と神の境がないでしょ、はい、だから聖書の中にはね、私たちが勝手に神の前に近づけるという考え方はゼロです、はい、これはね、清い、絶対的に清いお方に近づくために仲介者が必要だ。これをね、幕屋教えてるんですね、実は。第2番目に幕屋の全体のシステムが教えてることは何かというと、その仲介者である祭司は完璧でなければならない。これが第2の教えです。祭司は、つまり神と人の間に立つ仲介者は完璧でなきゃいけないんだって、これが第二の教えです。でも人間には完璧な人がいません、全人類の中で選ばれたのがイスラエル民族です。イスラエル民族の十二部族の中から選ばれたのがレビ族です。レビ族の中から選ばれたのがアロンの家系です。そして大祭司として選ばれたのがアロンという人でありますが、この大祭司アロンも完璧ではないので、神の前に、つまり神がおられるところ、至聖所というところに近づくためには、自分自身の罪の清めをしてからでないとそこに近づくことができなかったんです。だから
祭司は完璧でなきゃいけないと言っても、アロンを代表とする祭司のシステムでは究極的な要求に応えることができなかった。そこで第3番目にイエス様は完璧な祭司となられたということがさっきの聖書の箇所で教えられています。実は完璧な祭司が登場しなければ人は神に本当の意味で近づくことができない。それを実現したのがイエス・キリストというお方であります。イエスは完璧な贖いとなり完璧な大祭司となられた。だからキリストが十字架の上で両手を広げて十字架につき父よ我が霊を御手に委ねます、完了した、自分の使命が全部完了したと叫んで息を引き取られた時に聖女と私聖女を分けていた分厚い幕が上から下に真っ二つに裂けたんです。それはイエス・キリストを通してあなたも私も全ての人が恐れなく神の前に近づくことができる時代が来たということを表しているんですね。今いかがでしょうか。この番組の最後にイエス・キリストを通してあなたを待ってらっしゃる父なる神の御元に近づいたらどうでしょうか。この番組後半は来月お届けいたします。またご覧ください。それではまた来週この番組でお目にかかりましょう。それまでごきげんよう。